こんにちは。名古屋セラピストオフィス、柴田敏夫です。今日もアロマテラピー1000本ノックをご覧いただき、誠にありがとうございます。ではまず20秒のシンキングタイムからどうぞ。 それではアロマテラピー1000本ノック64回目を見ていきます。今日はトリートメント法に関する説問になります。253本目、風邪の治療。これはペケですね。アロマテラピーでは治療はできませんので、治療という言葉が出てきたらすべてペケになります。254本目、保湿。これは丸です。 255本目引き締めこれも丸になります256本目緊張緩和これも丸になりますアロマテラピーの醍醐味はやはり全身トリートメントになりますのでぜひ皆さんも全身トリートメントができる資格であるアロマセラピスト これを目指していただけるとありがたいです。はい、それでは今日も最後までご覧いただき誠にありがとうございます。私のブログとこの YouTube 動画を合わせてご利用いただけますとあなたの勉強の効率がさらに高まりますのであなたがアロマセラピストになるその日までぜひご利用いただけるとありがたいです。ではまた明日お会いしましょう。